いやもちろんかっこいいと思いますし、ホンダにとってはやっぱり RA272 というホンダが F1 に参戦して初優勝したマシンがあるので、やっぱそれをこう私は思い浮かべることができるし、非常に嬉しく思います。まあやはりレッドブルとパートナーシップを組んで2019年の開幕のオーストラリアグランプリで初めて今回復帰して表彰台に上ったシーンと、もちろん2019年のオーストリアの初優勝、この2つが私の中では一番印象に残っています。まあ私は正直今回のプロジェクトにしか参加してないので分かりませんが、やはり今のレッドブルとは本当に楽しくいい意味でいいパートナーシップを組めてるし、いや本当に今年特にチャンピオンシップ争いしてますから、そういった意味では非常に有意義な時間を共に過ごせてると思ってます。いやもちろんホンダにとってもレッドブルレーシングにとってもこのプロジェクトの本当の意味で大きな意味で大切で、やはり私たちが今一緒にパートナーシップを 100% 力を合わせて今年チャンピオンシップを取り切ること、これが最も重要な大きな課題だと思ってます。いや今年もう、昨年同様鈴鹿日本グランプリが中止になって本当に残念に思います。これは、今年は特にチャンピオンシップ争いをしてますし、レッドブルにとってもいいマシン、いいパワーユニット、いいチームトータルで非常に今年は頑張れているので、それを日本のファンに見せれないっていうのは本当に残念に思います。いやもちろん日々ウェブサイトとかいろんなコメントも読ませていただいてますけど、やっぱりファンの力、ファンの応援が私たちのエネルギーにもなるし、やっぱり結局そこが僕らの原動力にもなってますので、本当に大きな感謝をしてます。そうですね、まああれはですね、実は金曜日の FP1、FP2 の終わった後に勝ちそうな雰囲気を僕は感じたんですよ。で僕の広報に社長のコメント用意しろって言ったぐらいなんで、だから僕は本当に一番嬉しかったのはオーストラリアの3位たち、もちろん19年初めて勝ったのは嬉しいんですけど、あの時はなんか私の中ではもう勝てるっていう思いが先に立ってたので、まあ、それを実際マックスが本当にいいドライバーとして仕事をしてくれて優勝したっていう思いでは非常に難しいんですけど、まあホンダにとってレッドブルホンダが初優勝したってことには変わりがないので、まあ嬉しかったっていうのと、やっぱりマックスのファンがすごかったっていう印象がすごく僕の中には残ってます。ホンダのヒストリカルな白を現在の F1 カーで見るのは非常に、素晴らしいものです。私は好きです。とにかくですね、最初の優勝をレッドブルーと挙げたオーストリアグランプリです。私は、1980年代後半、90年代、2000年と F1 に関わってきました。そして、今回レッドブルと一緒に仕事をしていますが、非常にですね、オープンマインドでお互い、車を速くするためにはどうしたらいいのかっていうのを議論しながら進めていることを楽しんでいますし、また誇りに思っています。私たちは2015年に F1 でチャンピオンシップを取るということを目標に参戦を始めました。今年ですね、レッドブルレーシングと一緒にですね、チャンピオンシップにチャレンジできていることは非常に嬉しいことと思っています。非常に素晴らしいことだと思っています。やはり目標を掲げて参加したからには、最後目標を達成して、今年のシーズンを終わりたいと思います。大変ですね、ホンダにとっての、ホームサーキット、鈴鹿での日本グランプリが行えないことは残念に思っています。我々、ホンダのメンバーはですね、日本の、皆さんからの力強い熱い声援を受けて、いつも勇気づけられています。はいいつもありがとうございます。オーストリアグランプリでマックス選手が優勝して、で私が表彰台に立てたということは、私の人生の一生の思い出になると思っています。そこからまた見る景色はですね、素晴らしいものでした。冷静に考えるとですね、非常にいい関係でできて、仕事ができているレッドブルと、今年限りで別れるということは非常に寂しいのですが、我々現在残り7戦に向けてですね、全力でプッシュしている状況ですので、そういう気持ちはまだ今年残り7戦プッシュしていますので、そういう実感はまだ湧いてきません。トルコでですね、ホンダカラーの白いレッドブルのマシンを見るのを非常に楽しみにしています。きっと素晴らしいものだと思います。